パックマンはナムコより1980年5月22日に発表されたアーケードゲームまたはそのシリーズのタイトルで同社の看板タイトルまたはキャラクター世界で知られた日本産のコンピュータゲームの一つで当時ナムコとの関係が一時的に密接となったバリーミッドウェイよりアメリカで発売されるとその知名度から80年代のミッキーマウスと称されたアーケード版 テーブル筐体の低下は64万円であり、1プレイ100円で計算すると6400回で、ペイできる計算である。アーケード版ナムコ公式だけでも、複数の派生作品があり、ゴーストの動き方からルールに至るまで、多数の差異がある。ここでは、最初に発表されたアーケード版及び、それを再現した、クラシックと称される製品、作品について、主に記述する。 プレイヤーは4方向レバーを利用し、青い壁で構成された迷路の中で、パックマンを操作する。迷路の中には、性格付けされた4匹のモンスターが存在しており、これらモンスターたちの追跡を交わしながらに、迷路内に配置された244個のドットを食べ尽くすと、ラウンドクリアとなる。各ラウンドを通じて迷路に変化はなく、 難易度が少し上昇した状態で次のラウンドが開始される。なお、ラウンド21以降は難易度が上昇しなくなる。パックマンがモンスターに捕まるとミスとなり、パックマンの残数がなくなるとゲームオーバーとなる。点数が1万点に達した際には、パックマンの残数が1つ増える。4匹存在し、各ラウンド開始時には画面中央に存在する巣に待機している。 一定時間ごとに巣から飛び出し、それぞれの縄張りを守るように行動を開始する。さらに一定時間経つと、今度はパックマンを追跡し始める行動をとる。これら二つの行動は一定時間ごとに切り替わる。前述したようにモンスターには性格付けがされており、パックマンの追跡時にはその性格に応じた行動をとるように設定がされている。 また強い個性を象徴するカラーリングが施され、個々に名前とニックネームが付けられている。ゲームボーイ版など、モノクロ表示のプラットフォームでは一見見分けがつかないが、行動パターンで判別することが可能。一部のシリーズには、さらに色の異なる5匹目以降が登場する。通常、パックマンはモンスターに追跡される立場にあるが、迷路内に配置された4つのパワーエサを食べる。 ことによって立場を逆転することができる。パックマンが食べるとモンスターの色が一定時間青色へ変化してパックマンから逃げるように行動する。この状態のモンスターはイジケモンスターと呼ばれパックマンが噛みついて撃退することができる。連続してイジケモンスターに噛みつくたびに点数は倍増し2 0 0に4 0 0 8 0 0 1 6 0 0点が獲得できる。 撃退されたモンスターは目玉となって巣へ戻り、いじけ状態より復帰して再度パックマンの追跡を開始する。パワーエサを食べたパックマンは無敵ではないため、復帰したモンスターに捕まるとミスとなる。効果が切れる際にはいじけモンスターが青と白の点滅を繰り返す。さらに一定時間が過ぎるとモンスターは通常の状態へ戻る。 効果発揮時間はラウンドが進むごとに短くなっていき、ラウンド17及びラウンド19以降のモンスターはいじけなくなり、それまで進んでいた方向から方向転換し逆方向に進み始めるのみとなる。パックマンがモンスターに追い詰められてしまった際、モンスターを振り切るための仕掛けが5つ用意されている。各ラウンドごとに2回ずつボーナス得点物が モンスタースの株に出現する。出現方法は餌を70個及び170個食べること。出現から約10秒経過するかミスすると消滅する。計8種類でラウンド13以後はすべて鍵となる。ラウンド2、5、9、13、17をクリアをした際に15秒程度のデモアニメーションが挿入され、プレイヤーに休憩時間が与えられる。これは プレイヤーの長引く緊張をほぐす効果とキャラクターの世界観を高めるためのものであったがゲームに緩急をつけることにも一役買った直後のラウンドではパワーエージャが効いている時間が少し長くなるがその次のラウンドでは元に戻るデモアニメーションのパターンは3通り各モンスターの行動はパックマンの向きやパックマンとの距離によって変化するモンスターの行動に ランダム要素がないこととパックマンの入力操作の特性からパターンプレイがしやすくプレイヤーが同じラウンドで同じ行動を取ればモンスターも同じ行動をする。これを利用したのがパターンと呼ばれる攻略方法である。モンスターを4匹食べるパターンやモンスターとパックマンがすり抜けるバグまでパターン化したものもある。ラウンド17及びラウンド19以降は パワー餌を食べてもモンスターはいじけなくなり、それまで進んでいた方向とは逆へ転換するのみに、変わるが、ラウンド21から、パックマンの移動速度が極端に遅くなるという現象が加わるため、パターン化が必須と言える。つまり、そのパターンさえ間違わずに続ければ、延々と遊び続けることが可能となる。この節では発売当時の社名で記載。 1979年夏にピークを迎えたスペースインベーダーブームの影響によりゲームセンターには戦争題材としたシューティングゲームが多く出回るようになった。これでは女性が入りづらいのではないかと危機感を持った岩谷トールにより1979年3月ゲームセンターの雰囲気を殺伐としたものから和やかな場所へと転換することを一つの方向性として企画。 女性やカップルをメインターゲットに絞った点も当時のゲームとしては目新しかった。それまでに市場に出回っていたゲームとは異なり、無個性に近かったゲーム登場キャラクターに対して明確な性格付けを行ったことが画期的だった。また、基本コンセプトとなった食べるというキーワードは女性であれば食べることに興味を持つだろうという点からヒントを得たものである。 女性でも遊びやすくなるよう、ゲームの使用を決定するにあたって、以下のような配慮が行われた。4方向レバーのみを採用し、ボタンは利用しないゲームによる緊張が長引かないよう、コーヒーブレイクというデモアニメーションを挿入モンスターをカラフルなものとし、目を引くように配慮結果として企画者の狙い通り、女性客を引き込むことに成功した。パックマンの色と、形は、黄色は、 ゲーム画面で一番大きく見え、丸が一番存在感を示せるということで採用された。このキャラクターが食べる動作をすると偶然ピザに似ていた。開発者はピザを食べた時にパックマンの形を考えついたという後付けのリップサービスをメディアが膨らませ、ピザから思いついたと言われるようになり、これが広く信じられるようになった。岩谷自身は 当初はピザから思いついたと語っていたが、後にそう言えればいいと語っており、伝説になっているので、そういうことで押し通しているとも話す。他にも、目などを付け加えたらということも考えたが、一旦そのような追加をし始めると再現がないということで切り捨てた。また試作品で遊んだ社長から、わかりにくいのでモンスターを一種類にしろと言われたが、これを拒んだ。インタビューにおいても、 モンスターに種類があることの必要性について語っている。1979年5月、プログラマの船木茂夫と組んで開発に着手。最終的には、サウンド担当の会としシオラスタッフ5名でグループを組み1年がかりで完成。1980年5月22日、渋谷においてロケテストを実施。7月に日本国内で発売された。 1980年10月、アメリカでは、ミッドウェイに、ライセンスが供与され、10月に開催された、アマーエキスポに、出品、12月より販売が開始され大ヒットとなった。当初、英文での表記はプックマンだったが、P の文字の一部を削り、F にしてしまういたずらを懸念したミッドウェイ社が、ナムコに変更を要請し、まもなく PAC マンに改められた。 その後1982年に家庭用ゲーム機ソフトとして当たりの当たり2600円移植され約500万本を売り上げた。しかしこの移植作の質はアーケード版と比較すると格段に劣るものでまた需要を大きく上回る数が生産されたため過剰在庫となり当たりショックの要因の一つとなる。1982年9月ハンナ・バーベラプロダクションにより 擬人化したパックマンを主人公に据えたアニメザ・パックマンショーが制作された。また、バックナーガルシアという音楽グループがパックマンフィーバーという曲を発売し、ビルボードホット100で9位まで上昇した。シングル売り上げがアメリカで100万枚を突破し、コロンビアレコードよりナムコにゴールドディスクが授与された。同名のアルバムは、 ビルボードポップアルバムチャートで24位を記録している。このようなアメリカにおけるパックマンブームの影響を受けて、パックマン関連のキャラクターグッズが増え続け、当時ミッキーマウス以上の売り上げを叩き出すキャラクターとなった。ミッドウェー副社長のスタンリー・ジャロッキーは報道番組において、我が社は80年代のミッキーマウスを所有していると語った。 1984年1月18日、MSX から家庭用ゲーム機ブランド、ナムコットの第一弾として発売され、後にファミリーコンピュータをはじめ、様々なゲーム機などに移植された。2005年、発売開始年となる1980年より7年間で、総販売枚数293,822枚を記録した業績を称えられ、 最も成功した業務用ゲーム機としてギネス世界記録より認定を受けた。2010年に生誕30周年を迎え、30周年プロジェクトとして様々な新作ゲームのほか、全編 3D のテレビアニメシリーズの制作が発表された。岩谷自身による評価は何が面白いのかはよくわからず、次のステージで飽きてしまい、そんなに面白いゲームとは思ってないという。 スーパーパックマンこの中には純粋なコピーゲームではなく、正規の基盤を改造したものも含まれている。他にも、芋虫をプレイヤーにしたものや、金を取りながら進む人など、いろいろな種類がある。2010年5月22日0時、パックマンの誕生30周年を記念して、インターネット検索サイト、Google のトップページロゴが、パックマン仕様に変更された。 このロゴは単なる画像ではなく、Google のロゴをモチーフにしたステージとなっており、実際に遊ぶことも可能となっている。トップページの、i a m f e e l i n g Lucky はコイン投入を表す、インサートコインに変わっている。ロゴに合わせて、迷路も左右に広がった形をしており、その分5個目のパワーエサが配置されている。また、コイン複数導入状態とすることで、ミズ、パックマンが登場し、 二人同時プレイを可能としている、凝った作りのもの。ただし残機は二人で共有であり、一方がミスしてしまうと一人プレイと、同様、パックマンとモンスターの配置がリセットされ再スタートとなる。このような試みは、Google のロゴとしては、初ということで、大きな話題となった。Google のトップページで音声が使われたのも、このパックマンプロジェクトが、世界初である。 公開は48時間の期間限定の予定だったが、反響が大きかったため、トップページから撤去後は専用のページで、プレイが可能となった。米調査会社レスキュータイムによると、Google 利用者がゲームに興じていた時間と想定される時間から、計算した結果、482万人時、約1億2000万ドル程度の生産性が世界で失われた可能性があることが明らかになった。 2015年のエイプリルフールでは、Google マップの地図上にパックマンが現れ、実際にプレイできるという企画が公開された。2017年のエイプリルフールでは、Google マップの地図上で、水パックマンをプレイできる企画が公開された。ゲームボーイ及びゲームギア版には、通信ケーブルを使用した対戦モードが用意されていた。それぞれのプレイヤーが独立したフィールドでプレイし、 先にドットを完食するか、相手がミスをすると勝ちとなる。パワーエサを使って食べたモンスターは、相手方のフィールドへ送り込むことができる。まだ家庭用テレビゲームが一般的でなかった頃、明らかにパックマンを意識したと思われるアリューゲームが多く出ている。いずれも、時期は、丸い生物、ドットイート、複数の敵キャラクター、パワーエサでの逆転要素、 ワープできる場所というルールはほぼ共通している。ウィキメディアコモンズにはパックマンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。